あれ？ベカかこれ。家から人が来るなんて変ね。ブリンバッハ大修道院へようこそ。私はベカ。あ、愉快な盗賊団のリーダーです。そうなんだ。私たちここでゴロツキの王の目から逃れて自由に生きてます。倒したよ。あなたはまさかスパイじゃありませんよね。ゴロツキの王がこの聖地で私たちを攻撃するようなことはありませんから。それとも愉快な盗賊団に入りたいですか？もしそうなら一連の戦闘試験に合格しないと。お、試験が一つ終わるたびにあなたの体を強化します。試験が全て終わったら愉快な盗賊団の正式メンバー、巨人たちの間、はい、行ってみよう。2体先こっちかなよっ。ほらこれ出血ダメージがさ、これめちゃくちゃ入るなってるもん。溜まり具合が全然違うよ。まずはこいつを倒して、まあこれはもうスルーでも大丈夫ぐらいだけどな。よし、はい。あ、でもダメだ。いってー、これくるって回れる？はい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 。収穫フィールドから銃構えて、しばらく立ってよ。あれ、なんだ、なんか呪いの雨みたいなのが降ってきてて、すごい呪いダメージ食らってる。あー、これが呪いダメージで敵を倒す方法だったりすんのかな。なんで雨が降ってきたのかちょっとよく分かんなかったけど、あれ、一礼してる、礼儀正しい。ブリンバッハ大修道院での闘技場での勝利を記念するメダル、はい。え、これで体強化してもらえるの？メダル持ってきたよ。え、そんな強くなる手段があったのか。始める前にあの祭壇、いや、それ確かにそう、あの祭壇一回ずつキャンセルされるのか。まあこれはやっててもいいかもな。あ、ホラスが倒れそう。でも大体なんか複数セットっぽいな。魔女と騎士とかって言ってるし。あ、やべ、並びになってるわ。ええ、いっぱいいる。ちょっと話違うかも。いや、でも一旦はこれ収穫フィールドからだな。あ、なんだ、ま、これ同士打ちもしてるからな。あ、うわ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 、一旦運ばれまして、あー、出血してる、これ良くないね。めちゃくちゃやってるわこれ。ちょっとこれもう同士打ち、やばいやばい、これ包帯巻かないと。強すぎ強すぎる。いや、これ相手の攻撃当たってるから、普通に敵同士で、だからこれまともに戦ってやろうなんてことはあんま思わない方がいいかもな。普通に同士打ちを目指すのがいいのかも。だったらこいつのダッシュ食らっちゃいけないわ。ほらほら、当たってるもんね。よっ、あー、でもめっちゃホラス頑張ってくれてる、ありがてえ。こいつ出血力やばいわ。うわー、ホラスが帰っちゃった。あ、ほら、なんかみんなさ倒れかけてない？やっぱやり合っちゃってんだ。あとこれ麻痺のこんなんとか投げてみる。これ鎧、これ呪いだ。あれ、こいつ一人になってるかも、いつの間にか。いけそう、いけそう、やばい、出血してる、これ。いや、これ、このチャンス逃すの、いや、えらい、えらすぎる、うまっ枝使う、うまっ。いや、あと出血なんとかなりそうだけどな。でも撃っちゃおう、はい。だってこれでレベル1上がるんだもんね。ありがとうございます、ペテン氏のメダル、はい、持ってきました、幸運。え、これ何回あんの？普通に考えたら5回とかか。世界大戦銃いっぱい持ってそう。調べる、これ延々やらなきゃいけないっぽいな。あ、だから突進の時はこれ ここに隠れる用の机があるんだ。なるほど。
で、他にこれもう行くとこないの？これ。え？これ開く。あ、ここにも隠れられる。一応世界大戦ぐらいまで、一応見てみる？見るだけ見てみようか。倒れてもね、大丈夫だもんね。え？何？あ、でもこれさ、手榴弾持ってる組か？だとしたら、なんか、これ楽にやれそうだよ。ほら、もうなんか倒れてる声するもん。はいはいはい。これ投げてもらって、バン。投げてもらって、わ、エシ、あ、エシ良くない。エシマジで良くない。最大体力普通に減るからな。見て。え、もしかして向こうのあの人たちも倒れた？もう勝つじゃん、これ。え、ラッキー。これ楽勝でした。あ、それ自分でもかかるよ。え？めちゃくちゃ楽だった。こんなのレベル上がっていいんですか？ありがとうございます。え、あなたは見込みがありますね。偵察任務をしてもらいます。脅威のエドガーのことは知ってますか？ゴロツキの王の哀れな操り人魚のことではなく。ああ、エドガーのレプリカのこと。あ、やっぱレプリカなんだ。ずっと愉快な盗賊団に勧誘してるのですが、あの忌まわしいピエロンたちのせいで酔いどれになってしまったと聞きました。サーカスに潜入して彼の写真を撮ってきてください。この噂が本当か確かめたいのです。エドガーの写真。あー、撮りに行けばいいの？なんか変な任務命じられた。行ってみるか。このサーカスに入らなくても大丈夫かな。はい、チーズ。これチケット5枚でさ、入れるやつ、これに入らなきゃいけないなんてことある？結構ここ遠いから、意外とあんまりね、近くに鏡がないんですよね。そうそうそう。あとスコーンまた取っていく？一応それはできるんだけど、はい、まあそれもやってもいいですね。お、最高得点更新。1200円で12枚チケット。素晴らしい。でもちょっと叩いてて思ったんですけど、やっぱり普通にサーカスの内容も気になるかなと思って。なんかチケット5枚買ってみてもいいな。一応お金あるし。で、商品。で、体力最大値上がったから、栄養満点ロールパンにしとこっかな。こっちに切り替えだ。今日から栄養満点ロールパンを。まあこれもすぐなくなるだろうけど。あ、ちなみになんですけど、マネキンにね、背後攻撃判定はおそらくありませんでした。ちゃんと数値が出るから分かりやすいよな。一応見てみるか、これ。せっかくだから。気になるもんね。さて皆さん、ここはフランスのベルダンだ。我々の英雄エドガーは衝撃的な事実に気づいた。ドイツ軍が前線に行かれたピエロの部隊を送り込んできた。さあ、エドガーは応援部隊が到着するまで持ちこたえられるのか。サーカスのテント。ん？なんだこれ？ん？え、なんかやってる？エドガー。え、これ僕なんかやらなきゃいけない？いや、いや、何もやってないな。自動で、エドガーが、もしかして今のって僕が使ったことない花火？かもしれない。ああ、こんなことでエドガーのレプリカは生計立ててんのか？え、これなんか応援する方法ある？いや、ない。写真撮る方法もないな。あれ、終わりました。一礼して終わり。7体のピエロを倒してます。終わり？あとちょっと思ったんだけど、証拠写真としてはピエロが一緒に写ってた方がいい？これどう？それをちょっと怖くなってもう一枚だけ撮ってみました。はい、じゃあまた戻ろっかな。まあ鏡覗いて戻りましょう。これ便利だ、めっちゃ。彼の写真持ってきました。どうやら噂は本当のようです。あの忌まわしいピエロンたちのせいで彼は変わってしまった。勧誘するのはやめた方が良さそうですね。とても見込みがあります。闘技場の戦隊いつでも再開可能です。これやっ
だけど、あ、祭壇、確かに肉切りの喧嘩。いやこれ複数戦闘の時は敵を近くに寄らせてダメージを与え合わせるというのがなかなか良さそうだから、近接攻撃はなんか当たってなさそうなんだけどな。え、あ、びっくりした、1対1かと思った、逆に怖いっていうね。ダービズかあれ。え、え、どっか出てきた、普通にボスじゃん。このなんていうか、しばらく時間が経ってから一面のボスが出てくるというそういう演出。おお、ほらほらほら、銃撃ってるよこれ。ダービーズやるじゃん、いけ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 、撃っちゃえ撃っちゃえ。これ肉切りの投げてるナイフとか銃とかでめちゃくちゃ、ああ相手で出血は良くないな。あ、てかやべ、武士全然補給してないわ。肉切りがね、ナイフ投げてきたりするんですけど、それに当たったりもしてる。これえぐくないこれっていうか、もう別にこれ普通にこっち倒して1対1にしたらもう勝ちなんだわ。はい、勝ちました。はい、あーそれ強いね。あと今これ出血するとまずいんだけど、なぜかっていうともう治すもんがない、出血を。まあでもこれご利用してどうにかなるか、勝てそう。いけいけ、栄養満点ロールパンの効果でどうにかなった。はい、勝ちました。で補給しに行こうかな、その前に。うわーこれまだあるんだ。でも次が5回目だから最後っぽいイメージ。うわひどい組み合わせ、嫌いな召喚術とこのでっかいやつ。でっかいっすか、ナグロよっ。よし、勝ちました。はあ大丈夫大丈夫、多分これが最後だと見た。なぜならレベル5分上がったから。最後じゃないしかも何、クリアしたら体力も呪いの値も全部回復してくれる。これいつまで続くの。まあなんかみんな銃持ってるからこれ同士打ちチャンス。うわすっごい、ショットガン撃ってるもんな。あ、6回目の闘技場の試練クリアしたらもう一つ任務があります。私たちは狩人でした。ケーブルカーを夢の保管をレプリカに運び、臓器を乗せて帰ってくるのが仕事でした。私たちの出発地は中央駅と呼ばれていました。ある日警告とともに中央駅は封鎖され、モスティンハウスに帰るように指示されました。もちろんゴロツキの王の言いなりになるほどなるなど真っ平だったから、私たちは愉快な盗賊団を結成しました。聖エリ教会のどこかに中央駅の秘密の入り口があると私は考えてます。私は中央駅の写真を撮って今どういう状態なのか確認したいです。中央駅の写真はありますか。いや、ない。え、それは聖エリ教会の地下のどっかにあるはずです。聖エリ教会の地下ってさ、なんか封じられてたよね普通に。なんかいろんなことが関連してつながってじわじわ進めるようになってんのか。今行けそうなところって言ったら迷宮ですよね。そう、なんか迷宮のなんかキーアイテムみたいなものを手に入れたから、ここからは迷宮に行かなきゃいけないのかな。闘技場でお金結構稼いできました。168、そんなにある。でも上がったのはラッキードだけです相変わらず幸運値だけ。最近見てなかったけど指輪どんな感じになってるかな。お、 36% 与えるダメージ2倍、かなりだね。でアリスの服も 21% あって、指輪も36、だいたい殴られても半分ぐらいはダメージ半減できるという強さ、なかなか出てきてるか。そうかもね。じゃあちょっと迷宮行くか。あ、そういえばアルバート
あ、ヒント話せないかな、ダービーズの話。あー、できないか。なるほど、オッケー。あ、そういえば結構写真撮ってるから無名鏡にも会いに行こうかな。あ、ここでもスコーン買える、ありがたい。よし、じゃあ迷宮の探索行くか。いや、迷宮ね、これ一回リセットされてるから辛いよな。はい、アップグレード。うわ、古吉最後30個もいるの、すごいな。今10、うわ、これ古吉のアップグレードやっぱすごいいるじゃん。あれ、古き王の部屋ってこんなとこあったっけ。いや、なかったかも。しかもろうそくある。調べる。なんか王に何とかかんとかっていう話もあった気がするんだけど、一応これ呪いとかも解除して体力も回復した状態でろうそくつけて調べてみるか。動き出しそうだし。よっ。OK。調べる。首には小さな穴がある。ここから古き血を注ぎ込める。注ぎ込んじゃおう。普通に復活。あれ？お礼された。これは仲間になるってことかな？違いまーす、もちろん。古き血。うーわ、なんだそのシャドウステップみたいな技は。しかし、あ、3連撃 ?4 連撃でも、なんか攻撃は意外と素直なのか。あーと思ったら呪い出してきてるわ。それ呪いせこいね。せこくないかどっちも使えんのか、魔術も肉弾戦も大丈夫ってことね。はいはいはい、もう一個振り直しで入ってるよ、それ蹴りね。出血ダメージもまあまあ入ってそうだけどな。振り下ろし、あー、それが4回か。それきついね最悪そんな悲しい当たり方ある。いってー、あー、収穫フィールドもないのか、まずいねそれ。あ、あれ4回殴ってくるやつ、あれ攻撃チャンスだな。そうでもない。あー、それちゃんと避けたいけどむずい。あー、でも倒せそう倒せそう。あ、それね、よくない、一番よくない技だわそれが。いや、きつバックステップ、うわー、呪いの腐敗入っちゃったわこれ。あーあーあー、負けるんかい。いや、でもやれます、こいつそんなに強くない、負けてるけどね。お、イニシエの王にも出血ダメージはバンバン効いてるこれ。はい、あ、いけそう、あ、いけました。やはりそんなに強くなかった。黄金の鎧、てか、あの発電機持ってない？そういえばあのブラケットの家に入るために発電機が必要なのも思い出して戦ってる途中で黄金の兜、はい、イニシエの王倒しました。かといって特別なアイテムがもらえるわけではない。この重たい鎧だけ手に入ったのか。なんか肉弾戦強くなりそうだな実際。よっ、オッケー。で、橋はね、でかいやついるからちょっとスルーしてて、迷宮の部屋か。あとはもう迷宮の部屋ばっかり。そうか、まあ探索してももちろんいいけど、結構今ね戦闘を繰り返したことによって、あーあーああ、いた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 、結構いい感じなんですよね。ああ、それ瓶投げてくんのはよくないな。パチン、痛い、出血も食らってる。いや、全然いい感じじゃないわ、すいません。もっとうまくいく予定だったんですけど、死にそうです。え、てか、いや、ちょっと待って、なんかふんわりさ、今死にそうですとか言ったけど、これここで死んじゃダメだよここで死んだら絶対ダメだからね。危ね、なんか全く緊張感なく戦ってたわ。
幸運値プラス 16%、まあ、近接攻撃ダメージ 7% マイナスきついなあ。探検メモ3。この廃墟となった都市には派手に飾られた、市場通りがある。その店の一つで十字架が刻印されたビザンツ時代のコインが大量に隠されたのを見つけた。おお、ずっと昔ピーターが夢の中に経済というものを導入するために作ったコインよりはずっと役に立つだろう。コインは行為、明日のために用意。出ました。ここに来てあの時のラップがまた出てくるとは。いや、謎ラップなんだよな。よし、じゃあちょっとまた地下探索するか。そう、地下ね、そう、水がジャブジャブ、毒の水がジャブジャブしてて、探索一旦ちょっと中断しようとかって言ってたんだよな。はい、そんなこともありました。じゃあ問題の迷宮の下の部屋のさらにその下、迷宮の毒の穴、なんかダメージ食らってるけど、あー、こいつ、これ敵、これ敵、これ敵です。このなんか変な、そう、ちょっとね、あのさっき部屋で戦って倒したんですけど、檻に入ってるなんか謎の生き物です。檻から攻撃してきたりだとか、こうやって火の呪文唱えてきたりとかしてます。最初トラップかなと思った。よっ、吹き矢打ってきたり、近づいたらトゲ出してきたり、炎の呪文打ってきたり、なんか割と多彩です。よっ、まあでも動かないんで、まああんまりそのめちゃくちゃこうプレッシャー感じることもないんですけど、ただこの魔法だけ、あ、回避できたかな今。いや、してないかも。まあ、とりあえず殴ってたら終わります。で、あとちょっと今思い出したんですけど、これ僕幸運めちゃくちゃ上げてるおかげで、幸運と一緒にセットで上がる毒へのこの許容量がめちゃくちゃ高くて、155耐えられる毒に対して出血30しか耐えられないのにこれはいいですね。上げててよかったね、幸運の値。ということで、ちょっと競争剤飲んどいて。これ絶対敵いるんで。あー、これか。よ、あれ今なんか殴れなかったぞ。これ、結構前に出てきた敵だから、体力とかもそんな、攻撃力も大したことないし、出血でまあまあやれそう。あ、普通に倒れた。あ、で、これで全員終わったと。はい。あー、ユニークな指輪ね。いや、これ、呪いきつすぎ。近接発射攻撃ダメージと幸運値マイナス60。そんなに、そんなになります。で、あとちょっと暗いな。これ、ランタン持っとこうか。まあ、ちょっとこの地下の迷宮もね、いろいろ調べながら、なんかあったら言います。体調べる。お金ね。あー、呪いがふわふわかかるやつあるな。おお、なんか地下果樹園ってとこに繋がってて、そこに誰かいるんで話してみます。こんばんは、アイリーン。初めてかな。英語が下手でごめんなさい。まだ未熟です。全然気にしないでください。これだけ上手ならきっと熟練の人ですね。私はこの何年もの間に弱くなってしまいました。古き血を持っているならお手伝いできます。あなたが自分の体に不満があるとか、これまでの体の強化が気に入らないとか、そんな時はあなたの肉に刃を入れて好きな形に作り変えることができます。生まれ変われるのです。古の王を倒し殺したのですね。はい、とても嬉しいです。しばらくの間でしたが、私たちは互角でした。え、強いじゃん。じゃあ ID も彼は互角な相手と戦い合ってました。彼は幸せだったでしょう。料金をおまけしてあげます。転生、あー、それステータス振り直しみたいなことなのかな。 ID、私は何千年も前に生まれたと思います。覚えていることは多くありません。あ、本当の名前わかんないんだ。あ、ビザンツ帝国最初の女帝に、女帝かなにちなんでアイリーンという名前を使ってます。いつもはこの庭で本を読んで過ごしてます。毒の匂いが強くすることがあります。英語、ウェールズから私に会いに来た女性はあなたが初めてではありません。私は昔の英語を本で学びました。ジョゼットとかと仲良しだったのかな、もしかしたら。あ、ジョゼットが今の英語についての本。一巻の巻物よ、一本の巻物より役立たずです。迷宮のことは少ししか知りません。ジョゼットはここは空想の都市だと言います。
あの偶像は現実世界の部屋を数多く見てきました。うん、それはなんとなくわかります。一つだけ入らない方がいい場所はあります。毒が溜まった穴の中に夜の母の神殿があります。そこは邪悪な場所です。あ、転生、あなたの体から強化された肉を全部削ぎ落とすこともできるのよ。すごっ。強化された肉を使ってもう一度体を強化します、あなたの好きな形に。うわー、なるほどね。振り直すラッキーガールから違う形になれるということ。座る場所まであ あるじゃん。こうん、メデューサの頭、麻痺の累積を 75% 少なく受ける。ありがとう。麻痺ねー、まあ、麻痺が今までめっちゃ脅威になったこともないから、まあ、確かにあれかかるとかなりやばいけど。果樹園にこんなところがあるんだね。はい、まあ、ということで、じゃあ地下果樹園さらに探索していきます。じゃあ鎧あるからさ、まあ久しぶりに操りの呪文でも打って仲間にしとこっか。体力少ねえ。あ、馬いる、これブルルーって言ってません？言ってますね。戦うしかない、出血させたい早めに。呪いの煙の中で戦いたくない。でもこれは、ああでもいけそういけそう全然。あれ、てか僕の斧当たってなくない？あ、これ出血やれるな。さらば、よし、素晴らしい。そんなに大したことなかった。うわ、びっくりしたわー、もう。あー、土くれたい、土くれみたいな鎧が負けたよ。はい、あ、ここでもでも操れる鎧いるな。なんかちょいちょい出てきてる、それが。うわー、びっくりした。2回びっくりする、これ。まあ鎧はまあ持ってっても持っていかなくてもって感じだけど、1回の戦闘ぐらいで役立つからまた持ってっとこうかな。ということで、この奥が夜の母の神殿みたいです。行きます。ここに近づくなと言われてたけど、鏡がある。他は、うん、鏡ぐらいしかないのか。呪いの値がなかなかすごいことになってるけど、でもろうそくとかはないな。これがあれか、馬の顔をした母のような姿をしてるというジョゼットの探検メモに書いてあったやつ。うん、右側、うわあ、右側も特に何もなし。この真ん中の鏡だけだ。触ってみるか、何が起きるかな。信徒よ、声を上げよと刻まれている夜の母の信徒の書、言葉を話しますか。はい、話してみる。あれ、なんかおかしなことになった。これ多分ララから手に入れたやつかな。あれ、どこだ、ここ試験室。またや、ちょっと待って、あのさ、第3章だよねこれ多分。長すぎない？ちゃんと全部やろうとしたら長すぎやしない？そんな気がしてきた。信徒よ、道に飛び込め。羊飼いは羊を注意深く見守らなければならない。柵の外に何頭の羊がいるか忘れてしまうのよ。1、夜の母は多くの者に語りかける。2、だがその教えの後に続く者はわずかである。3、夜の母の教えを無視した者を、者は避けよ、避けよ。うん。夜の母が語りかけなかったものを追え。え？なんだこれ？なんかの謎解き系か？取れないし、北の入り口とつながってる。それはめちゃくちゃありがたい。なぜならまたホラス呼べるし、これ呪いもリセットできるし、救急キットも手に入れられるし、というところなんですけれども、この夜の母の鏡の中に飛び込んだところで一旦終わっておこうかなって思います。いやー、これもうまあいっか、話しかけちゃってとかの方が話的には進んでた可能性があるんですけど、まあそれはねちょっとあれなんで。そして救急キット
1ゴールドをけちるためにメアリーから毎回購入してるというね。はい、ありがとうございます。あ、まあこれ使っちゃっていいや。使っちゃってもう一個作ろう。作るんじゃなくて買おう。ほら、コイン556枚もある。やっぱ迷宮めっちゃ稼げるじゃん。もうお金に困ってることなんか何もない。つまり銃撃ち放題ということでもある。ピストルの方ね、あのショットガンの方はね、火薬がないっていう悲しさがあって、でもそれも結構手に入ったかも。一個も手に入ってません。マジ？投げナイフこれ以上持ってないなんてことある？一本しか持ってないのに。なんかそんなことがあるみたいです。はい、じゃあ次回はこれなんだ、どこ、あ、コレラ診療所の試験室っていうところに到着したところで、まあ一旦終わっておこうかな。調べる。ローがある。これちょっと覗き見ていい？我慢できずに。うわぁ。これ、モスティンハウスのどっかだな。ね。コレラ診療所って書いてあるし。はい。じゃあ、今回はこの辺りで、ウィザリングルームズ動画、一旦終わっておきたいと思います。今回も、まあ、戦闘が多かったりしたような回だと思いますけれども、まあ、この先も斧を振り回すナイチンゲールと共にこの章しっかりクリアしていきましょう。あと発電機明確に足りてないからどっかで手に入んのかな。はい、ということで今回も見てくれてありがとうございます。はい、ではまた。